この機体に託された思い、無駄にはしない。責任なら勝って果たします。私たちは負けません。あの光、間違いない、サイコフレーム。私たちを案内している。ユノ姉さん、あの飛んでく先、ガンダム？リタ、リタなんだろ。守りたいものを守るため、僕は戦う。守りたいもの、私にもあります。だから逃げません。リタなら話を聞いてくれ。俺だ、ヨナだ、ヨナバシタだ。聞こえているんだろう、リタ。ヨナ少尉ってことはナラティブガンダム。イエス、少尉さん、こちらシザール隊、援護します。すまない、ここにリタが。アクシズに？サクラ、ブレイク現象じゃ。調べてみる。小隊長さんは敵機の殲滅を。そこだ。でやこいつを。当てる。離れろ。射撃、今。守りたいものを守るため、僕に。させるか。行け。やりましたね。もうやめろ。この感じはゾルタン・アッカネン。さて、問題は私に。ジオング、じゃあ今回のブレイク現象は。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。RX、 シャア、ララーは戦いをする人では。戦争がニュータイプを作る。しかし正しいものの見方だ。ヨナ少尉、最初のガンダムの援護を。ガーザエト、あララーは戦いを望んじゃいないのがまだわからん。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。そうか、だからリ。戦時中ニュータイプ研究所に送られて。もうそんな。人は流れに。なんだ今ララが言った。ニュータイプ、今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えん。違う、もう一人の。今の私にはガンダムは倒せん。貴様だってその力でなぜ彼女を救え。俺は救いたくても救う。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種。それで終わらず、何度だって。やっぱり彼にはリッツァレゴと。いや、僕には見える。今さら遅すぎるって分かった。落ちろ。私から逃げられると思って。なら私は幻でも見ているのか。僕にも時が見える。ガンダムとジオング、ブレイクアウト。ヨナ少尉、あれを。あの光、リタ、俺に何を見せたいんだ。調べたんだけど、フェネックスのデータはこのミッション中に存在してない。じゃああのサイコフレームは。小隊長、追いかけて。敵モビルスーツがブレイクイン。さっきは一年戦争のジオン軍、そして連邦のティターンズ。こいつ、被験者だったヨナ少尉、彼と紐づいているのは何なのかしら。展開、当たれ。
モビルスーツがブレイクイン。グリプス戦役の次は当然第一次ネオジオン戦。1年戦争から歴史をたく。バウゾのために。わかってる。離れろ。これで直撃さ。さすがですね。終わらせよう。当てる。こんなことは。守りたいものを守るため僕は戦う。私に刺し。これってまさか。一歩。お願い。そう。カミーユさん、あんたと一緒に戦えるなんてね。油断するな。柔道白子とハマーンだぞ。やっぱり。まさかあんた。あ、違うぞ柔道。やだ少尉、彼らと協力して。邪魔なの。私に失望。作り物じゃない。なんというプレッシャーだ。ああ、はい。さあ、これ落ち。なめるな。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。帰ってきてよかった。強い子に会えて。キュベレイ。無駄だと分からないのか。おか、許せないんだ。光、わかるな。邪魔するな。わかる。なんだ。ダメだ。何にもならない。この声。だってフェルータは彼を。じゃあ、女たちのところへ戻るんだ。う、女だぞ。ジオ、ブレイクアウト。こんなんじゃ。リーナだって大丈夫だ。あの鳥が僕たちを導いてくれる。リタ、今度は何を見せたいんだ。カミーユ君、ジュドー君のブレイクアウトは問題なしだよ。了解よ。サイコフレームを追って。小隊長、こいつらは袖付きのモビルスーツ。その前だよ、ユナ少尉さん。第二次ネオジオン戦争からブレイクイン。年代順に考えればギラ動画になるわよね。シャアの反乱、サイコフレーム機が実戦投入。ガーッ、もうやめろ。デアー、トライト、下がれ。来やがった。私だけで掃除してやるよ。指揮官機上か。小隊長、下から狙撃して。取り囲まれてるから周りにも気をつけないとダメだよ。こういう時に数を減らす。ドラグーンを使う。当てる。させるか。いけ。すごい。やりましたね。ああ、喉をしたくない。どんなに苦しい。さすがですね。展開当たれ。掃除です。ブンだ。キュッザ。射撃今。当たった。そこ。この私が的になってる。その通りだ。指揮官機。生意気だね。ニュータイプだ。強化人間だって。あれが。うわー、効くんだ。はい、絶対に。でやー、やられる。この私が。お見事。クソ、こいつ。こんなさせるか。すごい。クソ、
この感じ、何かが来る。無駄だとわからないのか。ララーが死んだとこのモビルスーツ当たれ。やめろ。だだ行け。うわしゃあ、奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。 なんでこんなもん。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。何なの今回のブレイクギフェッ。それは違うはずなんだよ。このミッションにフェネックスのデータは存在してないんだ。リタ、調子に乗るな。ザー他に当てますんだ。調子に乗るな。でやーでーそんなドラグッズ捕らえた。うわーやらせるか。は消えろ。俺たちと一緒に戦った男が。地球に残っている連中は創生さんは判例。俺たちは実験材。せっ人間の知恵は。ならば今すぐ。やはりリタ俺に。くっそー。やめろ。かすっただけだ。させるか。こんなもう行こうか。判例離れろ。これで行け。頼むぞ。もうこれ以上撃つんじゃない。命が惜しかった。なんだと。サイコフレームをめぐる話はここ。そう、連邦とジオンザ真実。そのナラティブガンダムもサイコフレーム。長きにわたる戦いだった。これでよかったのだろう、ララ。シャ、さよならだ。この戦いがフェネックスにつながっていくのか。そうだ、サイコフレームは。小隊長さん、あっち。袖付きのモビルスーツがブレイクイン。第二次ネオジオン戦争の次はそのザ。今回のミッションに核心に近づいてる感じだね。袖付き。ギュッ。バカな。外さない。やらせるか。外しません。これ以上は。うわ。ジオンの名を背負う者として連邦には負けられんよ。アンジェロ・ザウパー大尉、彼がいるってことはやっぱり。でか、打撃今当たる。上手ですね。私も狙って。なんでだよ。大佐は私を。大佐の戦場を。俺の戦場はここじゃない。何かが来る。この力示させてもらう。袖付きの。いや、まだ来る。切り札ってのは最後に切らないとな。逃れられんよ。リタ、聞こえた強い声が。君は。フェネグシンギュラリティ。声、その時が来たら。リタ、この白いもよ。それに解体されたはずのシンギュラリティワン。君が。なんて
その総意の打ち渡る。打ち渡る。その仮面の下は始まりはそうだ。さて、お前なんだこいつ。シャーの誰が失敗だな。ニュータイプの女やった。分かった。打ち展開直撃させる。あんたは知っているんじゃない。自己使用のな人俺たち。そうだろう。人は今トゲ散ったけど。今、ミッションデータを確認したんだけど、データは全て正常。自動修復モード作動中。問題なし。初期化もされない。ニュータイプたちの戦いの歴史を一気に見せてもらったって感じだったわね。生死ではヨナ少尉、そして今回ミッションでは現れなかったフェネクスはどうなるの？この世界にあってはならないもの、いわば得意点を消すためにセカンドネオジオングと戦うことになるんだよ。命が始めたことは命にしか終わらせられない。そうだったわね。ヨナ少尉の話だとリタさんはもう。彼女には分かっていたんだよ。その戦いのために自分がユニコーンガンダム3号機が必要になることをね。分かっていたっていつから。まさか。コロニーが落ちたその時から。そして鳥に生まれ変わって彼と再び出会うために。フェネクス、不死鳥の名を持つガンダム。